皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつももたらしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、再現シリーズ吉野家様の牛丼ですね。はい、ついにこの日がやってまいりました。再現率 99.9% というところでしょうか。それではね、早速やってまいりましょう。はい、それではですね、早速やってまいりましょう。まずね、割合いきますよ。黄金だし10ですね。今日はね、このおちょこでいきます。10です。1 2 3 4 5、滑るわ。6 7、暑いな、暑い暑い、湧いてるから黄金だし。今いくつまで、7までいったっけ。暑い。8 9、暑いな。10、うわっつ、うーで、すり切り1杯入ってなかったんでね、もう1杯、暑い暑いよ。まあ、はい、これで10になりました。ちょっと冷まします。暑い。はい、冷まし終わりました。そうしたら、いや、これ今回使うの初めてかな。薄口醤油ね。うん、めったにうち薄口使わないんだけど、あの牛丼のあの色の薄さ、薄口じゃないと出ないですね。はい、これを2ですね。薄口醤油を1 2、ね、はい、薄口醤油に入りましたよ。はい、そうしたら、お塩少々、ほんの少々ね、ほんの少々。これ薄口結構塩分強いんでね。はい、そして味の素も、はい、少々入りました。はい、その次はワインだね。白ワイン、はい、白ワイン入ります。安かったので買ってました。で、できるだけ、酸味の高い白ワインがいいね。酸味が高くてやや甘口、ね、のワインがよろしいかと思われます。安いワインでね、 OK ですよ。料理ワインとかでね。はい、そうしたらワインを2ですね。はい、1、お口に入れたい。2、あ、だいぶこぼれちゃったのか。まあいいか。はい、2入りました。そうしたらホワイトペッパーだね。はい、一振りぐらいね。これも隠し味だからね、ホワイトペッパーの味しないもんね、あれね。うん、そしたらおろし生姜、絞り汁のがいいかもしれないです。まあでもちょっとめんどくさいんで、おろし生姜ね。はい、これも少々入ります。はい、そしてね、ここに行き着きましたよ。これがなかなか分かんなかったね。はい、リンゴジュース。何しろね、この甘さの追求なんですよね、きっと。あのスイーティーさの追求っていうの、ワインもやや甘めね。そんで砂糖も入るし、あ、砂糖まで入れてねえか。で、リンゴジュースにね、これ後でこう画面上にね、レシピ貼っとくんでね、まあ適当に聞き流してくれれば OK、OK、ベリー OK でございます。はい、そうしたら砂糖ですね。砂糖が1入ります。砂糖がね、1ですね。はい、砂糖が1、すり切れ、これですり切れでいいよ。おっと、はい、すり切れ1杯のおさっていいですね。はい、ゆすいじゃいましょう。バツンバツン、バラライカとね。はい、これで全部入ったんじゃないかな。だから、大だし10入って、薄口に入って、醤油少々、あ、普通の醤油少々だね。はい、これもね、ほんと少しでいいよ。少、こんなもんね、もう色付けの少でお願いします。それから味の素入って、砂糖入って、みりんが2入って、リンゴジュースに生姜少々、ホワイトペッパー少々と。はい、これでね、もうタレは完成となりました。何しろね、こうフルーティー甘さのね、追求じゃないかと、このコンセプト的に分かんないけど、なんとなくその気ます。あの販売のコンセプトさ、安い、あ、違う、うまい、安い、はい、いや、いいの、三拍子みたいなね、感じだったと思うんですが、この味の追求っていうか、味のコンセプトは多分フルーティーさの追求じゃないかとね、これ配合してて思いました。はい、それではね、余分な話は終わりにして、天下一発ですね。
はい、そうしたらでこれあの玉ねぎもさ確かちょっと何度だか忘れちゃったんだけど糖度が高い玉ねぎなんだよね吉村さんって。うん、でちょっと今ちょうどほら新玉出てるんじゃないですか。だから新玉結構糖度高いんでね、新玉で今日はね作りましょう。はい、こんな感じでガツンガツンパラライカと火をつけて、はい、そうしたら一緒にね、はい、牛肉安いやつね、アメリカ産の豚バラじゃない牛バラだけど確かないアメリカ産だと思ったけどどうだろう見えねえな。はい、こういうお安いやつをねガツンガツンパラライカと入れてまいりましょう。いや何しろねこの甘さの追求なんだよな。お砂糖とかさリンゴジュースとかさリンゴジュース入ってるかどうかわかんないんだけど、であとワインとかも甘口じゃん。でその甘さを引き立てるためのあの塩少々とかあと薄口醤油の塩分が決め手なんじゃないかなと思うんですよね個人的に。であとはねこれ煮えるのを待ちましょう。ちょっと火強いね鍋焦げちゃうからね。うん、じゃあそれではね煮えるの待ちましょう。はい、煮込むこと5分ぐらいですかね、そろそろ完成じゃねみたいなね、こんな感じになりました。ちょっともう一回味見してみようかね。なんかちげえなこれ。なんだろう、ちょっとビデオ見て確認してみますね。味違うぞこれ。はい、ただいまビデオを見直し確認してみましたところ一つ調味料が入っていませんでした。どうりでおかしいと思ったんだよな、味が違うんだよ。はい、入ってなかったのはこちらでございます、本みりんですね。みりん風味ではなく本みりんがよろしいかと思います。はい、それではねこのみりんもこれに2だね。1、2、1、はい、これで間違いないと思われます。はい、そしてまたじゃあ添加1パーツでねちょっとみりんのアルコール飛ばしてまいりましょう。はい、それではですね、吉牛再現 99.9% ですね完成しましたので丼の方にね、盛り付けて食してまいりましょう。たっぷりいっちゃうか特盛りかなんかでこれね。いやうまそうじゃないですかこれ。こんな感じ。あんま汁だく好きじゃないんだけど少しねタラリーなと。はい、これでね、紅生姜を添えて完成となります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。いい香りだこれ間違えねえぞ。はい、テーブルの方にですね、再現吉牛ですね運んでまいりました。吉のイエーってことですね。はい、それではね早速食してまいりましょう。まずね、吉野家三種の神器っつったらまず紅生姜が乗っけて、はい、一味唐辛子、あそこは七味だね、七味唐辛子なんだけど、みかんの皮がなんか含有量が多めのやつね、それを使うとさらにね、吉野家風になるかもしれません。はい、そしてもう一つはこれは生玉揚げですね。はい、生玉揚げの方にかけすぎかけすぎこれね。でこれパツンパツンパラライカと、でこれドカンとかけるパターンもあるんですが、私的にはこれねこの中に氷入れてで食すと、これがうまいのよ。このお醤油ちょっとは決めてね、いただきます。で飯を食すと、うまいね。完成、あっくいな、完成だね。でこれすき焼き風にしてこの玉ねぎかなんかと一緒にこうねズルズルっと、フルーティーなんでないですよね。いやーみりん忘れてましたね、でも入れたんで、再現できました。いただきます。最高だね。でお米はあれだね、あの粘り気の少ない結構お安い米でね OKOK だと思います。ちょっとあのコシヒカリとか結構あの粘り気のある米だとちょっとこう違うかなみたいな。うちは秋田小町なんで、秋田小町にね粘り結構少なめなんでね、非常に美味しいと思われます。最高だね。でこのね肉はなんか飯だけだったらこれ最後にガーンかけてね、これが、牛丼の私的な食べ方でございます。いやー美味しいね、やめられません。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、吉野家様の牛丼の再現ね、作ってみました。
リンゴジュース除けばあとは大体家にあるんじゃないかと思うんでね、もしなかったらね、リンゴちょっとすりおろして入れるのもね、一つの手かもしれません。本当にね、機会がありましたらぜひお試しいただきたい一品でございます。そして皆様に一つ、お願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。よし、牛最高。じゃあね。これ牛皿でこれ飲むのがまたうまいんだ。